こんにちは、こんばんは、赤尾です。本日も、最強のコアバナ探しの旅に出ましょうか。では、早速。第1話目は、入ってはいけない温泉、です。どうぞ。俺の地元は温泉で有名なところなんだが、そこに一箇所だけ、曰く付きというか絶対に入ってはいけないとされる温泉がある。なんでも昔そこで掘削作業中に事故があったとか、まあそこで起こった話。当時都会の大学に通ってた俺は冒険の田舎の実家に帰り、集落に残って農家を継いでいた A と、地元の大学に進み同じく帰省していた B と再会した。小学校時代から幼馴染だった俺らは、二十歳を超えて初めて会うこともあり、酒も入って夜中まで騒ぎまくってた。午前2時を回りさすがにトーンダウンし、そろそろ解散するかと言い始めた頃、突然俺の頭の中に例の温泉のことが思い浮かんだ。なぜだかはわからない。小学生の頃に A の言い出しっぺで、一度だけ近くまで3人でその温泉の近くまで行ったことはあった。入ろうとしたところをたまたま山道を、トラックで降りてきてたおっさんに見つかって怒鳴られたんだが、その場でトラックに乗せられ。あそこは入っちゃいかんだろうと親から教わらなかったか。と何度も怒鳴られ、山を降りると電話で親を呼ばれお袋が引き取りに来た。お袋が迎えに来て、もちろん家に帰っても親父と一緒に散々叱られるんだが、どうしても納得できなかった俺はその晩寝る時にお袋に。大人になったら入ってもいいの?と聞いた。お袋は、あんたが大学に行くくらい大きくなったらね。とだけ言った。もちろん寝る前に発した冗談だったのだろうが、その一言を俺はなぜか忘れることができなかった。なぜかあの温泉に行きたくなった。あのお袋の一言を信じるわけではないが、また三人で昔みたいに冒険したくなった。帰り際二人にその話をぶっちゃけると意外にも承諾してくれた。二人とも昔みたいにみんなで冒険したいのだと。しかも A によれば、今は昔ほどタブーな地ではなくなってるらしく、周囲の山道が整備されたのか、一年に数回は勘違いした観光客が、温泉に浸かるまでは行かなくても足を踏み入れてしまうらしい。もちろん彼らの身には特に何も起こってない。地元の連合がしつこく電話して確認してる。ただ今から行くのはさすがに気が引けるので、3日後の昼間に行くことで二人とその晩は別れた。出発当日。その温泉がある山に足を踏み入れた俺たち。山道をアスファルト道に整備する過程で木をだいぶ伐採したのか、小学生の頃よりは日光が入ってくるようになっており、暗さから来る怖さはだいぶ安らいでいる。2キロほど歩くと例の温泉に入る山道が見えてきた。山道の入り口のこの先危険、入るなという木の立て看板を無視し、ずんずんとその山道を歩く俺たち。〇〇温泉と消えかかった文字で書かれた木の看板が見えると、ついに脱衣場になるように作ったであろうスペースに到着した。かなり昔のものだから、蜘蛛の巣が張ってるわ足場は悪いわでむちゃくちゃ。だが肝心の温泉は、ちゃんと湧いておりギリギリ奥が見えるかどうかの透明感がある。ただ管理されてないだけあって、温度は5、60度だろうか、相当暑かった。さすがに入浴するのは無理なので足湯だけで済ますことにした。足湯でくつろいでる途中、一番この温泉の歴史、怪奇現象に詳しい A がいろいろと話してくれた。その昔この町が温泉バブルに沸き、いい湯が湧き出てるとされるこの地も、整備しようという話になったこと。整備は順調だったが、ある日掘削機器の不備による事故でかなりの死傷者が出たこと。その後作業を再開しなんとか完成にこぎつけたものの、作業中は怪我人や体調不良になるもの、怪しい人影等を見た者が多発し散々だったこと。完成し営業を始めたはいいものの、怪奇現象が多発したこと。入浴してるといきなり湯の中から足をつかまれる。いきなり作業着を着たおっさんが入ってきて、そのおっさんと目が合うとのぼせ気味になり失神する。いきなりお湯の温度が上がり、湯船から出ようとするも金縛りにあったように動けず大やけどを負う。髪を洗ってると肩に誰かの手の感覚、だが振り向くと誰もいない。結局重傷を負う人も出てきたので町が強引に閉鎖させたらしい。だが俺たちがいる間はそのような現象も起こらず、もう事故から何十年も経ってるから、たたりも薄まってきてるんだろうなぁということで、笑いながらその温泉を後にした。だがその晩俺が家の風呂に入ってる時から事態はおかしくなっていく。
その晩いつも通り風呂に入ってくつろいで倒れ、髪を洗おうとシャンプーを頭の上で泡立ててた時だった。頭の上で増えていく泡に違和感を感じた。明らかに手のひらの上に取ったシャンプーの量に比べて泡立ちすぎなのだ。よく泡立つシャンプーにでも変えたのかなと、俺が思ってるうちに泡は異常な速度で増えていく。異常を認識し目を開けた瞬間、風呂中に泡立った泡が俺の顔を覆い尽くしてしまった。いざ泡に囲まれてみるとわかるが、圧迫感がすごく息ができなくなってしまうのだ。泡一面の中、なんとかドアに手をかけようとするも目がやられてしまいなかなか手が届かない。やっとのことで手が届いたものの今度はドアが動かない。家の風呂のドアに鍵などついてないというのに、完全に手詰まりになり命の危険を感じ始めた俺は、必死に親父やお袋のことを叫び始めた。そして足をバタつかせ、なんとか自力でもドアを開けようと試みる。その時誰かが俺の足をつかみ、ドアとは反対側の方向へ引っ張り始めた。冷たい手だ、間違いなく風呂の中に誰か他にいる。家の風呂は俺がギリギリ横になれるくらいの広さしかないのだが、その時は長い間足をつかまれ引きずられた記憶がある。その手の主は俺をどこに連れて行こうとしてたのか。数秒後、叫び声を聞いて駆けつけた親父によって失神されてる俺が救出された。ただ現場を見たはずの親父によれば、大量の泡なんて全くなかったし、もちろん風呂の中には誰もいなかった。ただ俺がそこに失神してただけだということだった。約1時間後、意識を取り戻した俺はこれは間違いなくあの温泉のたたりだと確信した。すぐに A と B に連絡を取り、A とは連絡がついたが、B 宅にかけると、とんでもないことになっていた。電話に出た B の妹が言うには、B が風呂で滑って転び頭を強く打ち、ドアのヘリの部分に打ち付け意識がないのだと。すぐに二人で病院に行き、一晩中病院で過ごしたものの、結局 B の意識は戻らなかった。次の日の夜 B は死んだ。昼間には俺たちの問いかけに反応するまで回復したのだが、夜になり容態が急変、そのまま亡くなった。A に俺の経験したことを伝え、これは間違いなくたたりだろうと伝えた。A は昨日の晩風呂に入る前に俺から電話がかかってきて助かってたが、たたりだろうという認識は一致した。しかも A は B の妹からとんでもないことを聞いていた。B はあの温泉に行って足湯に浸かった時、何者かに足をつかまれていたという。B は俺らを不安に思わせないよう黙っていたのだろうか。A と俺は強い責任を感じた。タブーではなくなっているというデマを教えてしまった A、そもそも最初に行こうと言い出した俺。結局それで一番関係のない B を巻き込み死なせてしまったのだ。B の家族にこのことを伝えたらどんな顔をするだろう。A と俺は叱るべき時が来るまで黙っていようということで一致した。しかし B の妹が誰かに吹聴したのだろうか。B が例の温泉のたたりで死んだということは、田舎のこの町に噂としてあっという間に広がっていった。それはもちろん、あの日俺が風呂で失神していたのを救出した、俺の両親に耳にも入ることになった。しつこく問い詰められた俺はついに、あの日三人で例の温泉に行ったことを白状することになった。すぐに A の家族、B の家族、俺の家族と、地元の温泉連合の人たちが集まることとなった。B の母親は俺と A を白い目で見つめていた。連合会長の G さんに会合が始まるや否や。お前はあれほど立ち入るなと言ったのに。と怒鳴られた。連合の人たちから。あの温泉の運念は弱まるどころか年々高まっており、観光客が立ち入ってしまうのもそのためだ。立ち入った観光客は、何者かに引き寄せられるかのようにあの温泉に入ってしまったとみんな話している。と聞かされた。そしてあの温泉の名はこちらの地方の古い方言で、二度目、再びという意味であり、たたりも二度あの温泉に立ち寄ったものに降り注ぐというのだという。会長さんは、B は一度目か二度目か知らないが、何かあの温泉の霊たちにとって、気分を害することをしてしまったのかもしれない。と言った。さらにお袋からもとんでもないことを聞かされた。小さい頃俺らが温泉に入ろうとして、たまたま通りかかり俺らを連れ戻したトラックに乗ったおっさん。あの人はてっきり地元の人だと思っていたが、お袋によればあんな人は見たことなく、当時も A と B の母親と不審に思っていたという。そして連合の人に相談しもしやと思い、例の温泉の事故によって亡くなった人の写真を見ていくと、おっさんとよく似た人物がいたのだとか。
あの温泉に立ち入るなとわざわざ警告してくれた。それなのに。お袋は泣き崩れた。連合の人によればこの地からなるべく離れること、お祓いされた桶を渡すからそれを風呂場だけではなく、事故の危険がある水場の近くに行くときは、なるべく持ち歩くことがたたりを断つ方法だと教わった。俺と両親はこの地を離れる覚悟をした。これで大体の経緯は終わりです。A もあの土地を離れようとしたのですが、両親から。代々農家として暮らしてきた私たちもあんたも、都会に出て暮らせるわけがない。と猛反発を受け結局残ることになってしまいました。そして周りからの避けるような視線、B を死なせてしまったことへの責任感、いろいろなものが積もっていたのでしょう。数回その土地から離れたところで A と会ったのですが、その苦悩はよくわかりました。自分も A だけに B 死亡の事故の責任を取らせまいと必死に励ましたのですが、A は昔から悩みを自分だけで抱え込みやすいタイプなので、なかなか事態は進展しませんでした。自分も A がこのままではどうにかなってしまうのではないかと思っていたのですが、ちょうど就職活動で多忙なこともあり、最後の1年は結局 A とは会えずじまいでした。A が自殺したと連絡を受けたのはなんとか就職も決まり、もう一度 A と会おうとしようとしていた矢先のことでした。葬式にはもちろん出させてもらえなかったので、断片的にしか情報はありませんが、風呂の中でリストカットし死亡してたとのことでした。その場にお祓いされてた桶があったかどうかはわかりません。ただ A 自身の意思で自殺という選択肢を選んだとすれば、それはもはやたたりとは関係なくなってしまいます。ただ何者かに引き寄せられるように風呂での死を選んだとしたら、やはりたたりということになってしまいます。死亡に至る経緯はどうあれ、結局自分は二人の親友を亡くしてしまいました。この事件のきっかけを作ったのは自分です。そして B がその煽りを食らった形になって死にました。そして自分だけ逃げることができる立場なのをいいことに、A を放置して結局 A も死なせてしまいました。桶のおかげか、今でも周りに不可解な現象はあまり起きません。しかし最近、自分はもはや丸々温泉の霊よりも、A と B の二人にたたられてるような気がしてきました。今でもあの温泉はあるのでしょうか、自分にはよくわかりません。最後は懺悔のようになってしまいました。申し訳ありません。では、皆様の米を見ていきましょう。金属地って分かってて、大学生ぐらいになったらねってはぐらかした母も良くないと思うんだが、その後であんだけ言ったのにとか言われてもね。今日も夜勤なり、通勤途中に聞きます。入ってはいけないと言われると入りたくなるのが人間の差が。入ってはいけない温泉、それすなわち硫黄の匂いがする温かい池。風呂まで禁足されたら、ワイはどこでパンツ脱げばええんや。では次の話に移ります。第2話目は、地図 A、です。どうぞ。もういろいろ済んだから、書かせてくれ。かなり長い。父親には妹がいたらしい。俺にとってはおばにあたるが、おばは生まれて数ヶ月で突然死んだ。原因不明。待望の娘が死んでしまい、ばあさんは体操落ち込んでいた。見かねたじいさんが、ばあさんにフランス人形を買い与えると、ばあさんは、そのフランス人形におばと同じ名前の、地図へ、と名付けて可愛がった。毎日撫で、そばに置き、綺麗にしてやり、共に寝たそうだ。それが変わったのが、俺の妹が生まれてから。女が生まれて、ばあさんはひどく喜んでた。両親とも働きだったし、代わりにばあさんが妹を体操可愛がって育てた。俺も可愛がられたけどな。それで、今まで大切にされていた地図への定位置は、ばあさんの枕元でなく、仏間になった。誰もいない仏壇だけがある仏間だ。俺はよく、先祖へ挨拶しろ、と、夕飯前に、おみきをあげにそこへ行かされていたもんだ。暗くてクソ寒い、不気味な部屋。小学校高学年の時、いつも通りおみきをあげに仏間に入り、仏壇に手を合わせた。その時、誰かが後ろに立っているような気がしたんだ。振り返ると何もない、いつも通り、ピンクのドレスの地図絵がいるだけだ。それがその時は妙に怖かったのと、多感な時期だったのもあって、思わず、なんだよ、文句あるのかよ。
かかってこいよ。と、地図を挑発した。バカだよな。今に戻って家族に、地図に睨まれた、と報告すると、ばあさんが激怒してな。後にも先にも、ばあさんがあんなに怒ったことはない。怒るばあさんに合わせるように父親も激怒、げんこつを食らった。俺涙目。その時は謝ってそれで終わり。問題が起きたのは、数日後だった。休みの日だったか、まだ明るい時で仏間も嫌に明るかった。昨晩、下げ忘れたおみきを下げに仏間に入ると、地杖が定位置にいない。いつも置いてある棚から落ちて、畳へ。手首が外れていた。正直、俺に何かするために這い出して、動かしたのかと。ビビって、走って家族のいる今に行くと、ばあさんがいて、怒られるかもとは思ったが、本気で怖かったのでばあさんに報告。俺の尋常じゃない様子にばあさんも心配になったのか、一緒に今に来てくれた。そしたら地杖は、今度はちゃんと定位置にいた。手首もついてる。俺が嘘をついた感じになってしまったが、弁明している時に親父が来て。あ、悪い。それ俺が落とした。トイレ行ってから直したんだよ。って、犯人親父かよ。勘違いして半泣きになってる俺を親父が爆笑して、ばあさんも今度は俺を慰めて、ことなきを得た。でも、その晩、ばあさんが寝た後、親父が俺の部屋に来た。昼間のあの人形な。戻したのは俺だ。だけど、落としてはない。お前、本当に嘘はついていないか？親父の話によると、俺が大きな音を立てながら仏間を出てくるのを見て、どうしたのかと仏間を覗いたら、地杖が落ちてたのを発見。見つかるとまずいから、そっと直したという話だった。ただ、おかしかったのは、手首なんて取れてない。と、親父が言ったことだ。どうやって落ちて、どうやって手首がくっついたのか。俺は怖くて、おみきあげる係をサボるようになった。おみき持って出て、客まで2、3分待って、それから今へ戻る。多分、半年くらいおみきをあげてなかったんだけどな。その頃、妹が死んだ。小学校に入って間もなくだ。死因は、原因不明の高熱。突然があって熱が上がって、入院して、それっきり。俺は、もしかしたら、俺がおみきサボってるせいじゃないかって思って、でも、親にもばあさんにも言えなかった。罪悪感とか、そんなん。妹が死んだのは俺のせいだって思った。母親は、妹が死んだのは地杖のせいだって言い始めた。話を聞くと、妹は今はの際に、じいちゃん。と泣いたらしい。じいちゃんなんて友達は妹にいなかったし、思い当たることがあれば、あの怪しげな人形。俺が過去騒いだせいかもしれないけど、母親も過敏になって、人形を捨てる。と言い出して、妹の葬儀中に大喧嘩した。この一件から、うちの両親は不仲になって、母親は実家へ帰った。親父は黙々と仕事をして、ばあさんは地杖を抱きながら毎晩泣いた。親父、仕事から帰ってこないし、ばあさんは泣いてばかりだし、この辺りから俺が家事をするようになった。次に、ばあさんのボケが始まった。今思えば当然だ。飯を食うか、部屋にこもって人形抱きながらぼーっとして、泣いて、泣き疲れたら寝て。ご飯だよって呼びに行ったら、なんか食ってんの？何食ってんの？って聞いたら、ご飯。っていう。はぁ？と思いながらばあさんの顔見たら、金色の糸が口から出てんだよ。そんで、手元には半分ハゲた地杖。俺はこの時が一番怖かったと思う。急いでばあさんから吐き出させた。母親に相談しても、あんな人知らない。の一点張り。父親に話して、病院にって言っても、仕事が忙しいから連れて行けない。お前が面倒見ろ。と、そればっかりだった。その時、俺まだ厨房。でもな、妹が死んでから、うちの家族、おかしくなっちゃったんだ。おみきやってなかった俺のせいだと思うと、やらざるを得なかった。中学は不登校になってたよ。地杖はばあさんの手によってボロボロだった。髪は引き抜かれ、服は脱がされ、切り刻まれ。汚い話だが、排泄物を塗りたくられもした。さすがにかわいそうだって思って取り上げても、翌日にはちゃんとばあさんが持ってる。いろんなとこに隠したんだ。トイレの棚、両親の寝室、あとは下駄箱とか。夜中、地杖、地杖。って徘徊して見つけるらしい。
そしてまた地図絵をボロボロにする。見かねてな。仕方ないから、試しに俺の部屋に置いとくことにしたんだ。夜中というか3時過ぎか。朝方、ばあさんが地図絵を探す声で目が覚めた。俺の部屋、2階だし、まあ登ってこれはしないし、ボケてから上がってきたことないし。と安心しながら、地図絵をしまったクローゼットを見ると、扉が開いていた。確かに閉めたんだ。だって目につくとこに置いてたら、気持ち悪いだろ。夜中見なくて済むようにって、クローゼットに入れたんだ。ビニールまでかけて。でも、そのビニールはそこら辺に落ちてんだ。やばいって、でも地図絵が、もうパニックに陥った。布団の中で滝汗。寝たふりするか、起きて確認するか。とにかく怖かったんだ。そしたら、キー、と物音が聞こえた。ドアを開ける音。位置関係的には、ドア、ベッド、俺の視線、クローゼット。俺は怖くて、ドアの方を見ることができなかった。そしたら不意に、声が聞こえたんだ。地図絵、こんなとこにおったんけ。ばあさんが登ってきた、と思って、そこで俺は跳ね起きた。でもそこには何もなかった。地図絵も、ばあさんも。怖くて、そのまま寝ることにした。気のせいだったと思うようにして。地図絵とばあさんは、ばあさんの自室で死んでたよ。翌日の朝、俺が見つけた。死因は窒息。ばあさんの喉には、地図絵の髪の毛とちぎれた服、目玉が入ってて、ばあさんの口の中には、地図絵の頭部が入ってた。そりゃ、飲み込めねえよ。明るい部屋ん中、日がたくさん差し込む中、ばあさんがそんな感じに死んでるわけよ。幸せそうな顔じゃなくてさ、いかにも苦しみましたってさ、目を血走らせて、失禁して、片手に地図絵の胴体を強く握って。ばあさんの葬式は簡易的なものだった。仮装だった。地図絵も一緒に燃やした。墓に納めるときにさ、墓に歴代の先祖の名前あるじゃん。そこにはすでに地図絵、本物のおば、って書いてあって、変な感じがした。ここから俺の中で怖い話なんだけど、おばさんの地図絵さんの死因って、実は原因不明じゃなかったんだ。うちのばあさんが首を絞めて殺したらしい。理由は知らん。そういや、父方の親戚付き合いがないなって思ったら、ばあさんは絶縁されたらしい。これは葬式に来た親戚の話。なんで逮捕されなかったのか聞いたら、ごまかされたから、もみ消したんだろうな。ばあさんが死んで、今年で4回忌だ。俺は高校に行ってない、何もしてない。ばあさんが死んでから、ずっとやる気が出ない。この文書も、実は2ヶ月前から書いてやっと完成する。いっそこのまま死にたいとすら思うよ。疲れた。今まで起きたこと、全部地図絵おばさんの呪いなら、この俺の状態もそうなのかもな。俺の一族を、滅亡させるつもりなのかもしれないなって思うと、ちょっと笑えるよな。2ヶ月かかろうが、こんだけ読みやすくて小分けやなんも問題ない。お疲れ様でした。いろいろまでしか読んでないけど、お疲れ様。読みやすいし、そこそこ怖くてよかった。おつ、おもろかった。仏壇におみきが違和感ある。神棚ならわかるが、実はババアが締め殺したってところが要所なのに、らしい、で済ますな。仏門に入ってる個人に、酒飲ませちゃいかんわな。まあ、宗派によってはありなのかもしれんし、仏壇の扱いなんて地域個人で千差万別だから、そこだけ取って否定すんのもあれだが。いろいろ誤解を与えた。ごめん。正確には、おみきじゃない。うちでは、おぶき、って言ってたんだが、多分おみき的なものだと思って使った。中身は真水で、必ず水道水を沸騰させて、一日置いたものを使ってた。軽気抜きをしてたんじゃないかな。あと、省いたけど、水と一緒にご飯もあげる。これセットで、うちではおぶきって呼んでた。一般的には、なんて言うんだろうか。あとは、ばあさんが、らしい、で終わるのは、俺が聞いただけだから、事実かどうか確定じゃない。確認する術もない。なるほど。まあ、そこは、お水を備える、でもよかったんじゃないかな。で、らしいのくだりは、その話を誰にどんな風に聞いたかを、もっと臨場感出せばいいなと思ったわけだ。仏までおみきのことだけど、日本人は神と仏をごっちゃにするよね。自分の実家にも神棚と仏壇があった。
神棚と仏壇、両方あるのは別におかしかないだろ。仏壇で柏で売ったり、神棚に線香を供えたりしてたわけじゃないだろ。あと補足。うちには神棚はなかったよ。神社の出入りは禁止。修学旅行の時、お土産屋で、長寿祈願のお守りを買って帰ったら、ばあさんに捨てられて、お守りは買っちゃいけないと教わった。後出しが多くて申し訳ないが、うちのばあさんは草加だった。だから日蓮宗、お武器をあげるときは参照。最後にポンと鐘を鳴らす。ばあさんが草加で、それでなんかおかしくなって、って方向じゃないと思うが。まあ、実際知らんし、知りたくもない。草加は日蓮宗じゃないよ。南無妙法蓮華経だ。草加の薄い経本に書いてあるんだが、違うのか？俺の唱えてた呪文は、一体何だったんだ？リスナーの皆様の反応を見ていきましょう。結構重い締めだったのにその後普通に添削始まるのくさ。うぽつです。怖い以上に、家庭崩壊していくのが辛い。地杖のお人形を食べてたのは、もう一度地杖を産もうとして体内に取り込んでたからとかは考えすぎですよね。霊的、人的怖さあるな。そう丸だった、って、いろいろ察してしまった自分が怖い。気になったから調べたけど、薄い教本に南無妙と書いてたなら、草加じゃないと思う。草加はそれを教本に書いちゃあかんらしい。あと、お供え物をお武器と呼ぶことない。では次に参りましょう。第3話目は、わらずま、フィンガーさん、です。VTR、どうぞ。子供の頃に変なものを見た。マルケは遠縁で実際は血が繋がってないんだけど、親同士の仲がいいので、俺は夏休みになると毎年マルケに何泊かしていた。俺はその頃4歳くらいだった。昼過ぎに遊び疲れて仏間の隣の部屋で寝ていると、そばでポタッポタって音がする。で、なんかカリカリというか、ズルズルというか、何かが動いている気配がした。でも眠かったからしかとしていたら、ほっぺたに何かが触れた。手で払って見てみると、虫みたいだった。白くて大きな幼虫みたいなのが、畳の上でうごうごしている。男児って虫好きだから、大物やったーってなってすぐさま拾ってみた。でも、なんか先端の方に硬い部分があるから変で、寝ぼけ目でうんってよく見ると、それは虫などではなく人の指だった。血の毛が全くないのか真っ白で、ほっそりとしていて女性のものだと思う。でも、床を張ってるからか、爪のあたりは割れてたり黒っぽいものが詰まっていて汚い。うわってなって投げ捨てたけど、なんと指は畳の上に立ち上がった。で、ぴょこぴょこ飛んだり、ブンブン横に揺れたりして、コミカルな動きをする。バカガキだった俺は、うっとおーいってなったね。よく覚えてないけど、なんか質問すると、指はうなずくみたいに曲がって応答してくれる。これはおかんたちにも見せなくてわっとひっつかんで持っていったら、移動中に手の中から消えてしまった。トトロでメイが、真っ黒クロスケ逃がした時みたいなもんだった。親に言っても、どうせ寝ぼけてたんでしょとか言われてすげえ悔しかった。で、俺はフィンガーさん、仮名、おなんとしてでも捕まえてやると心に決めて、捜索することにした。すると、あっさりさっきの部屋で見つかるフィンガーさん。つうか、キノコみたいに部屋の壁に生えていた。摘み取って、今度こそとガン見したまま持っていこうとした。でも、部屋から出ようとすると、なぜかフィンガーさんはニョルンと手から飛び出て元の部屋に戻ってしまう。必死になった俺は、かなりの時間をかけていろんな場所から持ち出しに挑戦してみた。襖からはダメ。窓は俺の背では越えられない。どうしようか考えていると、フィンガーさんが襖がある壁の角の方に張っていった。畳の上で跳ねているのでそばの壁を見てみると、土壁の古い屋敷だったので壁と壁の間に隙間ができている。でもさすがに指は通りそうにない隙間だったが、幼児の俺は、フィンガーさんを思い切りその隙間に差し込んだった。フィンガーさんはかなりの時間もぞもぞして、なんとか壁抜けに成功。廊下に出て、床に落ちていたフィンガーさんを回収した。これで俺をバカにしたおかんを見返せると、フィンガーさんを連れて行こうとすると、廊下でまたニョルンと手から逃げられた。慌ててもう一回捕まえようとすると、今まで友好的
だったフィンガーさんがいきなり飛びかかってきて、頬を引っかいた。驚きと痛さで俺号泣。だってほとんど垂直に刺さったみたいだったもん。泣き声に驚いて、誰かが廊下の奥から駆けつけてくる。すると、まだ俺の肩にいたフィンガーさんが、慰めるように怪我してない方を撫でてくれた。そうこうしているうちにオカンと家の人到着。で、オカンの顔を見たら、なんか知らんが急に眠たくなってぶっ倒れる俺。次に目が覚めた時には自分の家で、翌日になっていた。予定ではもう少しマルケにお泊まりするはずだったけど、子供なので不思議に思わなかった。それ以降、一度もその家には行かなかったけど、特に好きでもなかったから気にせず。で、俺が大学生になった頃だ。俺はサークルの後輩 A 子に一目惚れした。もだったけど、とにかく好きだったのでもうアタックしたけど、とにかく逃げられる。告白して断られるとかではなく、会いに行こうとするともう A 子がいないんだ。なんとか会えても、引きつった顔で逃げ腰で、もう告白どころじゃない。もだからアタック方法間違えちゃって、気持ち悪がられたかなと俺涙目。そのうち A 子はサークルにも来なくなっちゃった。友人を通じて、悪気はなかった、もう関わらないようにするから、俺のせいでサークル止めるとかはしないでくれ。って伝えて、なんとか A 子も顔出すようになった。その一年後くらい、長期休み中に、サークルで恒例の旅行をすることになった。歴史系サークルだったもので、主に城とか神社巡り。でも歴史が好きなやつ半分、ただの旅行サークルとしてキャッキャしたいやつ半分だったので、温度差がひどい。とある史跡を見て回っている途中に、キャッキャ組がはぐれてしまった。携帯に電話しても、計画的犯行なのか誰も出ない。仕方がないので、時間を決めて、真面目組もばらけていないやつを探すことになった。サボって遊びたいなら、多分簡単に見つからない場所にいるんだろうなと思ったので、俺は敷地の中でも人気がない方へ行ってみた。生垣の角を曲がったら、好きだった A 子と鉢合わせ。俺、心の中で号泣。サークルには普通に来るようになったけど、未だに A 子からは避けられてたからね。あうあうしていると、そばからのぶとい悲鳴が聞こえてきた。駆けつけると、石碑のそばでサークルのやつ数人が地面にへたり込んでいる。奴らの視線の先を見て、俺はビビったね。女の上半身をさらに半分にしたような奴が、地面でうごうごしている。なんつーの、綺麗に刃物で切った感じじゃなく、惹かれて壊れたマネキンみたいなのだった。胴体は胸のあたりまでしかなく、顔は割れたみたいに顎までしかなくて、左腕も肩近くで崩れている。怖すぎて、喉から切って音しか出なかったよ。サークルの奴らは完全に腰を抜かしてた。すると、女の上半身が唯一ちゃんとある右手を使って、はい、こっちに来ようとしだした。凍りついたまま、逃げようかどうしようか迷う俺。そうだ、A 子だけは連れて逃げなきゃ、とか考えていたら、急に A 子に腕をガシッと掴まれた。すごい勢いでサークルの奴らの前に連れてこられる。抵抗しようと踏ん張ろうとしたら、A 子に背中突き飛ばされて女の上半身の前に倒れ込んだ。いくら嫌いだからって、この仕打ちはないだろ。と思ってマジ泣きしそうになったら、急に目の前の女上半身の動きが止まった。短い胴で立ち上がって、ぴょこぴょこ飛んだりくねくねしたり。へぇって思っているうちに、女は穴に潜り込んだモグラみたいに、地面にヒュッと吸い込まれて消えちまった。消えた地面には穴なんかなかったけどね。次に気がついたのは、その地域の病院のベッドの上だった。どうやらあの後、A 子以外は全員気を失って、救急車で運ばれたらしい。幸い、目が覚めると全員すんなり返されました。その後、A 子と二人きりの時に話を聞かされた。彼女は先祖がシャーマン通の、巫女さんみたいなのだそうで、霊とか見える人らしい。ただし、そんなに力は強くないと言っていた。その彼女曰く、俺はヤバいものに守られている。疲れているんじゃなく、守られているんだそうだ。なので、波の悪霊くらいじゃ太刀打ちできないらしく、あの場を切り抜けられるのはこれしかないと、俺を霊の前に突き飛ばしたんだそうだ。A 子もテンパっていたらしく、あの時のことは謝罪された。あと、サークルで俺を避けまくっていたのは、俺を守っているヤバいものが、どうにも A 子の体質に合わず、俺自身が嫌いだから避けてたとかそういうことじゃないと言われた。守られているったって、俺はこれまでの人生で、何か特別いいことがあったわけでも、九死に一生を得たことがあるわけでもない。
そう言ったが、A 子は。そういう意味で守られているわけじゃない。という。あと、なんかほっぺたに印をつけられてると言われた。そこでハッとして、幼児期に会ったフィンガーさんのことを思い出した。つうか、それまでなぜかフィンガーさんのことをすっかり忘れていたんだ。多分気を失って、実家で目が覚めた時にはもう忘れていたと思う。じゃなきゃあんな体験、親に話してただろうし。すでに長期休み中なので、俺は急いで実家に帰った。それでおかんにマルケのことを聞いてみたんだが、なんだかごにょごにょ言って話が通じない。それで仕方なく、先日あった事件のことと、フィンガーさんの話を全部した。女の上半身の話では、何寝言言ってるのって感じだったんだが、フィンガーさんの話に入ると、明らかにおかんの顔がこわばった。肩まで跳ねてたし。話を得ると、しばらく沈黙していたおかんがやっと口を開いた。マルケで俺が倒れた後、散々な目にあったらしい。最初は、俺が倒れたので屋敷の人間は全員心配してくれた。ところが、おかんがそういえばついさっき、俺が変なことを言っていたと内容をこぼしたら、事態は一変。変な指を見たって言っていたと教えたら、屋敷の奥さんが慌ててどこかに走っていき、その後大騒ぎになった。奥さんは、仕事中のはずの自分の旦那やじいちゃんにまで電話して、すぐ帰ってくるようにと言った。それが終わると、なんてことをしてくれたんだとおかんに詰め寄る。息子が意識をなくしてるこんな時に、何意味不明のことを言ってるんだとおかん大爆発。叩いても何しても俺が起きないから、救急車を呼ぼうとしたら、無駄だと止められたそうだ。その後、ものすごいスピードで帰ってきたマルケの旦那たちが揃うと、おかんは仏まで家の人間に取り囲まれ、事情を説明されたそうだ。マルケには、仏間の隣にわらず間という部屋があるらしい。何でも何百年も前からあって、絶対に入ってはいけないんだとか。ただ、いくつかある規則をきっちり守っていると、そのわらず間は家に富と幸福をもたらすんだとさ。確かにマルケは裕福だった。屋敷は結構田舎の山ん中にあるんだけど、大きな日本家屋の平屋で、大河ドラマとかに出てきそうな感じ。で、幼い俺が、その入ってはいけない部屋に入ったって言うんだな。で、おかんはますます切れた。だって、仏間の隣に部屋なんてなかったって言うんだ。おかんも子供の頃からマルケに来ていたので、間違うはずがない。仏間は四方を廊下で囲まれている。廊下を挟んだ隣の部屋はどこも普通の部屋。そう言って怒ったら、よく思い出してみろって言われたそうだ。廊下にある仏間の壁、不自然じゃないかってさ。確認してみると、部屋の中から見る仏間の広さと、廊下から見た仏間の壁の広さが明らかに合わない。廊下の壁の方が、やけに広かったらしい。どうやらそのわらず間、確かに仏間の横にあり、四方をすべて壁に囲まれているらしかった。だからおかんは今まで気がつかなかったんだ。でも、そんな部屋じゃ息子が入れるはずないじゃないかと言ったが、倒れる前に言っていた内容と、直後に壁に穴が開いていたのがその証拠とか言って、取り合ってくれなかったそうだ。でも変だよな。確かに昔のことすぎて細かい記憶はあやふやだけど、俺がフィンガーさんを見つけた部屋は普通の部屋だったぞ。日の光が入って明るかったし、内装も普通。そして、ちゃんと襖があって、確か開いていたはずだ。じゃなきゃ、いくら俺が小さくても、他人の家の一度も入ったことがないしまった部屋に、入り込んで寝たりなんてしない。ともかく、これから忙しいからとか言われ、おかんと俺は屋敷を放り出されたらしい。まあ、実際は隣町の大きな病院まで送ってくれて、お詫びと見舞いだとかで、なんかたくさん持たされたらしいけど。他のことで手一杯で、帰ってきてから調べてみたら、渡されたものの中には鏡とか、数珠だとか、灰とか、変なものも混じってたらしい。一番驚いたのは、そこに現金が入ったパンパンの茶封筒が入っていたことだそうだ。困って翌日電話すると、迷惑をかけたからそのお詫びだって言われたみたい。意味不明なものは、わらず間を開けちゃった人にはあれを送るのがしきたりとのこと。そこまでしてくれなくても、俺は病院で大丈夫と言われ、今はもう元気に遊んでいると話したら、驚かれたそうだ。おかんに、今そのマルケの人たちはどうしてるのか尋ねたら、苦い顔して、しばらくしてぽそっと、事業に失敗して一家離散したって言われた。それって俺のせい？って言ったら真っ赤で頭をはたかれて。そんなわけあるか。と怒られた。
さすがにおかんも気になって調べたらしいんだけど、大昔から金持ちだったから、マルケはザル経営をしていて元から危うく、普通にバブルが弾けた煽りを食らっただけみたい。ついでに、その時もらった謎グッズと金どうしたのって聞いたら、謎グッズはしばらくして捨てて、金のことは教えてもらえんかった。おかんはその事件以来、すっかりマルケとは交流を断ってしまったらしい。でも、今回のことと絶対関係があると思ったから、親戚を頼り、俺は何とかしてマルケの一人と連絡をつけた。あって一言目で、君が生きてるとは思ってなかった。と言われたよ。それから、わらずまのことを教えてもらった。とはいえ、その人は四男だったから、すべてを教えられていたわけじゃないみたい。わらずまは、それ自体が神様なんだそうだ。でも、その中にいるのは、神聖とは麻薬のすごく悪いものらしい。日本人って、欲怨霊になった人とか祭り立てちゃう癖があるよね。藤原道真が天満宮の神様になってたり、平野正門が祀られてたり、それのミニチュア版らしい。ただ恐ろしいのが、そうそう神様にできそうな怨霊なんていないので、人工的に作るんだそうだ。詳しい作り方はその人も知らなかったけど。ただ、よりたくさんの材料を使った方がよく、自分に敵対する人や、恨みを持つ人を使った方が効き目がすごいらしい。蒸気みたいに濁して言われたけど、意味が分かった時、俺は心底震えたね。あと、わらずまはわらずまと、わらしまの意味じゃないかって。最初の方はわかるが、後ろは意味がわからない。フィンガーさんは絶対成人女性の指だったし。で、その人が覚えているわらずまの規則は、必ずその家の仏間の隣に作らなくてはならない。四方を廊下で囲み、そこは人の通行を制限してはならない。むしろ客人には、その廊下を通ってもらった方がいい。ただし、わらずまのことは、家の者以外に話してはいけない。あと、部屋には出入り口を二つないし、三つ作らなくてはならない。最後の辺だよね。尋ねてみたら、わらずまは本来一台、よくて二台くらいにしか効かないものらしい。けれどマルケは元からお金持ちだったので、高名な行者に金を積んで頼み込み、特別長く効くわらずまを作ってもらったんだって。本来のわらずまは、障子や窓などで塞いであっても、出入り口をいくつも作って、かつ客人にその周囲を歩いてもらわなければならない。でも、部屋に入られたら術は切れ、中から怨霊が飛び出すという。効き目はすごいが、かなりリスキーな代物だった。どうやらその行者は、わらずま作りが専門通くらい慣れた人だったらしく、俺が考えた最強わらずまをマルケに作ってやったらしい。本来の形と違い、マルケのわらずまの四方が壁で塞がれていたのはそのせい。で、もうわかってるだろうけど、普通わらずまを開封した人間は、誰だろうとすぐ死ぬものなんだって。何せ怨霊入りの部屋を開封して、何十年も閉じ込められていた恨みパワーをもろに浴びるんだもの。なんで俺は生きてるのかってことと、フィンガーさんは最後に俺の方に突き刺さったが、それまでは優しい霊、だったぞと尋ねた。すると、マルケのわらずまは特別なので、中に何が入っているかは、作った当初から行者以外は誰も知らなかったそうで、開けたのが行者オリジナルだったからじゃないかと言われた。でも強力なはずなのに俺が何事もなく生き残るとか、わけわからんよな。あと、とりあえずこれだけは弁解しなくてはと、あの部屋には襖があり、最初から開いていたと言ったら、四方が壁の部屋に君が入れた時点で、なんとなくわかっていた。ともう、うちのわらずまも寿命だったんだ。と言われたよ。それに、人間の恨みがどれほど恐ろしいものなのかは身に染みてわかったから、俺のことを恨む気にはなれないって、遠い目をして微笑んでた。マルケはバブルが弾けて会社が潰れ、負債を抱えて一家離散したんだが、四男さんは離散した後、兄弟や家族がどうなったか知らないと言っていた。家族が離散したのは、少しでも降りかかる災いを分散させるために、意図的にそうしたらしい。手紙や電話でも、繋がったとみなされ連鎖するので、今でも誰とも連絡は取り合っていないそうだ。そう話してくれた四男さんは、仕事中の事故で両足と左腕がなかった。障害者になり、自分だけではどうしようもなくなり、マルケとは直接血が繋がらない、わらずまの恩恵を受けていない親戚に助けを求めたから、俺は彼を見つけられたみたい。迷ったが、俺は英子に知ったことを全部報告した。親には話しづらく、かといって自分の胸だけに留めるには重すぎた。
A 子は実家の方にわらずまのことを尋ねてくれたんだが、彼女の先祖は行者ではないし、よくわからんけど払うタイプの巫女ではないらしく、そういうものは世の中にいくつも実在するという返事がもらえただけで、それ以上の新しい情報は得られなかった。で、最後に彼女が教えてくれたんだが、俺の方につけられたフィンガーさんの印。これは別に、わらずまみたいに富や名声を与えてくれるものではなく、大事故からでも生還できるというものでもないらしい。何があってもこいつだけはたたらない。という目印らしい。ただし、弱い悪霊よけくらいにはなるとのこと。あと、旅行先で出会った女の上半身。あれはフィンガーさんかもしれない。怖すぎて指先なんて見てなかったが、A子に押されて俺が目の前に飛び出した後のくねくねした動きが、子供の時にあったフィンガーさんの動きに激似だったような気がする。ということは、彼女は少しずつ元の人の姿に戻っているんだろうかって話したら、A子に。私はあの上半身、いろんな人間の指の集合体みたいに見えた。って言われてまたビビった。フィンガーさんは確かに指一本だったはずなのに。って思ったけど、必死で思い返すと、あの部屋で寝ていた時に、最初に聞いた何かが落ちるような音、複数だったような気がするんだよな。夢うつつだったし、自信はないんだけど。で、これを書こうと思ったきっかけなんだけど、2、3日前に、駅の構内でフィンガーさんを見かけたからなんだ。仕事の外回り中、電車の中から外をなんとはなしに眺めていたら、ホームにいた人の肩に止まっている指を一本見た。電車が走り出す頃には、指は肩から落ちて、ホームのコンクリートの床をしゃくとり虫みたいに張ってた。周囲の人は誰も気がつかないみたいだった。ただ、遠目からだけど、すごい太かったんで、あれは絶対男性の指だと思う。ひょっとして、フィンガーさんの仲間はたくさんいるんだろうか？それともあれは、フィンガーさん集合体の部品だったんだろうか？ちなみに、俺の職場は都心だ。でも、マルケは全然違う場所だったよ。以上で俺の話は終わりです。投稿してみたら思ったよりも長い話だったようで申し訳ない。あの事件以来、最近までオカルト的なものから逃げ続けてきたので、似たような話やフィンガーさんやわらずまについて、なんか情報があれば教えてほしい。ごめん、もう一回だけ。ちょっとまだ混乱している。今日もフィンガーさんを見かけた。普通に繁華街の床を張ってた。短くて細めだから、多分女性の親指。迷ったけど追いかけようとしたら、すげえほっぺたが痛くなって、怖くなってやめた。俺、この前までオカルトっぽいものって、書き込んだ2回しか見たことなかった。なのに、ここ1週間で2回も見てる。まだほっぺた微妙に痛い。もしかして、あの話、書き込んじゃダメだったかも。では、早速マイブローたちの感想を聞いていきましょう。フィンガーさん、好きな話だっちゃ。フィンガーさんの話は、なかなかの呪物かもわからん感じのところ含めて好き。神様みたいなもののフィンガーさん。これがあの有名なゴッドフィンガーってやつか。つまりマルケはフィンガーさんを閉じ込めて恩恵を受けてたと。しかし一致が入り込んでしまってフィンガーさんを出してしまったんか。フィンガーさんに幸あれ。守護霊さん強い人が最強か。出たー。特急カジオン霊より本フィンガー。では次のお話です。第4話目は、作り話と実話の狭間で、です。どんだけー。これは去年の夏の話。男友達の企画で、合コンをやることになった。当時の俺たちは30手前の男3人。集まった女性も20代後半で、みんな落ち着いた感じ。はじめまして、などと一通りの挨拶をしながら、近くの居酒屋へ入る。会話もそこそこに盛り上がり、というか、かなり当たりの合コンだったと思う。夜10時を過ぎた頃、友達の家で全員で飲み直そう、という話になる。俺はというと、その中の一人を結構気に入っていた。エスニック風なロングヘアーの、いい雰囲気を持った子だった。なのでもう少し話したいのもあり、友人宅への移動に大いに喜んだ。材料などを買い集め、支度が整ったのが11時前。二次会が始まった。友人宅は 1LDK という広さ。
多少であれば夜中でも話していて迷惑にならない立地だったので、飲み屋でのテンションを維持しつつ、時刻が1時に差し掛かろうという頃だった。友人、家主ではないが、牛蜜時まで、百物語風で怖い話を話さない?と言い出した。牛蜜時、今の時刻でいう午前2時から午前2時30分頃、牛蜜時、昔は24時間を12時で表す。牛の刻とは、1時から1時半、牛1つ時。1時半から2時、牛2つ時。2時から2時半、牛蜜時。2時半から3時、牛4つ時。夏の定番といえば怖い話。気遅れしながらも、全員でやることになった。ろうそくなんてなんで買ったのか疑問だったが、つまりはこういうことだったのか。と、一人で納得していた。俺は、怖い話というのは9割が作り話だと思っている。残りの1割は、どうにも説明がつかないが、実は別に心霊現象ではなく、雰囲気に飲まれ、心霊現象だと勘違いしてしまう例。だが、その中でも多分だけど、本当に説明のつかない事例があると思う。一つ、また一つと話す友人たち。女性たちの話は、まさしく前者の話だったと思う。そうして俺の番が回ってきた。俺には小学生の低学年の頃、とても仲のいい二人の友人がいた。一人をやっちゃん一人をよしくんといい、やっちゃんは同い年で、よしくんは2歳年上だった。家も近所で、毎日のようによしくんの家で遊んだ。よしくんの家の人は仕事で出ていることが多く、毎回お菓子をもらって帰っては、親に怒られた。だけど当時の三人は本当に仲良しで、外に出れば子供特有の感覚で、新しい遊びを探し出した。千葉県市川市の某所には、寂れた神社がある。その神社を中心にして、500メートルほどの直線の出入り口があり、よしくんの家から遠い出口付近に、廃屋となった建物があった。当時の少年たちの間では、その家の話はタブーとされていて、近づくと呪われる。白い服を着た女の霊が出る。などと、今思うと馬鹿らしい噂が立っていた。でも実際そこに足を踏み入れた強者も数多く、勇気を示す場としても、有名な場所だった。誰が言い出したか覚えていないが、いつの間にか俺たちは、その廃屋へ行って、勇気を示さなければならない、という話になっていた。もちろん三人の間だけでの話だ。そして某日、そこに俺たちは足を運んだ。なんとも言えない恐怖と、子供特有の高揚があったと思う。とにかくドキドキしていた。その廃屋は、周囲がすべて雑草で覆われていて、整理されていればかなりの広さの庭があったのではないかと思う。そして、その庭の周りは、大きな木で囲われていた。誰から入ったかは覚えていない。何しろドアがついていなかった。覚えているのは、やっちゃんがやたらと怖がって泣いていたのと、異常に古そうな新聞紙が散乱している一部屋があったこと。そしてよしくんが蒼白な顔で、もう帰ろうと言い出したこと。よしくんは年長者だったので、三人のリーダーだった。そうして初めての探検は終わり、泣き止まぬやっちゃんの手を引いて、俺たちは家へと帰った。泣きじゃくっていたやっちゃんを、俺たちは弱虫いいというレッテルを貼って、帰り道でからかった。だからだと思う。やっちゃんはもう一度あの廃屋へ行きたいと言い出したのだ。俺はその日に限っていとこが家に来ていて、参加することができなかった。怖かったのもあったので、参加できないことを喜んでいたと思う。事件が起きたのは、その日だった。その廃屋で、やっちゃんの母親が自殺した。首吊り自殺だった。目撃したのは、やっちゃんとよしくんの二人。俺が参加していれば、三人になっていただろう。どうやって対応したのかはわからないが、警察やらが集まり、結構な大騒ぎになった。その話を聞いたのは、翌々日くらいだったと思う。その廃屋と俺の家が少し離れていたのもあってか、パトカーのサイレンが鳴り響いていた記憶がない。夏休みということもあり、噂話が届かなかった。それ以来、当然というか、やっちゃんと顔を合わせなくなった。俺はよしくんと二人で遊んでいたが、だんだん気まずくなり、少しずつ遊ぶ回数が減っていた。夏休みも終わり学校が始まったが、やっちゃんは登校してこなかった。その頃にはもう噂は広まりきっていて、やっちゃんが登校しない理由は、暗黙の了解で誰も触れることをしないようになっていた。
俺は毎朝、ヨシ君とやっちゃんと3人で登校していたので、2学期からはヨシ君と2人で登校することになった。取り除けないしこりを持ちながらも、俺たちは精一杯楽しくなるよう、登校していたと思う。だが、ある日突然、ヨシ君が変わった。登校の待ち合わせ場所に行くと、下を向いて俺を待つヨシ君。おはよう、と言っても返事はなく、どうしたの？と言っても返事はない。だが、以前と同じように登校する。変わったのは、口数が異常に減ったこと。先の事件が関係しているのではないか。と思うのは、子供でも間違いなく感づく。俺はしつこく彼に詰め寄った。何があったのか。やっちゃんが関係しているのか。あの廃屋が関係しているのか。しまいには、話してくれないなら絶交する。などと、なんともむごいことも言った。するとしばらくして、彼がぽつりぽつりと話し始めた。ここから先は、俺にも真実のほどはわからない。だが、ヨシ君がこう語った。先日、彼はやっちゃんの姉と同行した。姉はヨシ君と同い年で、彼女からの願いであの廃屋へ連れて行ったのだという。だが、彼女は少し知恵遅れ的な様子で、ことの重大さをわかっていなかったのではないかと思うが、とにかく二人で廃屋へ行ったのだという。そして扉のない玄関をくぐると、やっちゃんがいたらしい。天井を見上げたまま、と気の抜けた声を出し、その視線の先には、やっちゃんの母親がいたという。当然、すでに現場にやっちゃんの母親の遺体があるわけもなく、今起きている状況の異常さに、ヨシ君は逃げ出そうとした。だが、後ろにいたやっちゃんの姉がヨシ君の手を引っ張り、誰にも言っちゃダメだよ。と言ったらしい。誰にも言ってはいけない話を、俺にしてしまった。俺が絶交するなどと言ったばかりに。そして全てを話したヨシ君は泣きじゃくって。どうしよう、どうしよう。とわめいた。俺はどうすることもできず、ひどいことをしたと思うが、家へと逃げ帰った。登校拒否児となってしまったやっちゃんは、どこかへ転校してしまい、それ以来、会っていない。そうしてヨシ君とやっちゃんとの関係は、一気に疎遠になってしまった。それから数年が経ち、俺が高校生になってしばらくした頃だった。久しぶりに、ヨシ君から電話があったのだ。小学校低学年の時から数えて、もう何年も話していないので、何を話していいかわからない相手だ。久しぶりと挨拶していこう、会話が続かない。そうこうしていると、ヨシ君が切り出した。この間さ、マリちゃんから電話があったんだ。俺は何のことか全くわからなかったが、記憶を総動員し、マリちゃんがやっちゃんの姉だということをなんとか思い出した。そしてヨシ君は続ける。前に話した空き家のことを覚えてる？マリちゃんが〇〇ちゃんにあのことを話したのを怒ってるんだ。という。つまり、彼女はなぜか、ヨシ君が俺に廃屋で体験した話をしたことを知っていて、誰にも言っちゃダメだと言ったのに、話したのを怒っているという。どうしたらいいかな？マリちゃんが怒っているんだ。俺、マリちゃんに言わないでって言われたのに。どうしたらいいかな？何度も何度も、壊れたテープレコーダーのように繰り返すヨシ君。俺は怖くなって電話を切った。そして二度とヨシ君からは、電話がかかってくることはなかった。なぜかといえば、その後しばらくして、ヨシ君は猟銃で頭を撃って自殺したからだ。なぜ猟銃を所持していたのかはわからないが、うちの親の話によると、ヨシ君の親が趣味で猟をしていて、それでその猟銃を使ったのだという。そうして、俺の中での〇〇神社廃屋事件は幕を閉じた。話を終えてろうそくの火を消すと、深夜2時を回っていた。そう、ちょうど牛密どき。みんなの話が一周したので、友人が新しい怖い話を始めた。そうやって10話ほどの怖い話を終え、百物語風の怪談肝試しは終わり、最後のろうそくが消された。だからといって、漆黒の部屋で何かが起きたわけでもなく、男女3人ずつの部屋で、エロスな出来事が起きたわけでもない。全員が節度を守り、理性を保って、明け方まで眠い目を吸って起き続け、俺はお目当ての女の子をどうにか送るという状況にこぎつけた。二人でタクシーに乗り、彼女の家の近くまで到着し、タクシーを降りる。すると彼女が、少し話したいことがあるから、と言い出した。俺は大きな期待で胸が跳ねたが、彼女の話したいことは、俺が意図することとは全く別だった。
しばらく押し黙ったままでいた彼女は、さっきの怖い話のことだけど、と切り出した。俺は、怖い話のことなどすっかり忘れていたので、拍子抜けして、ああ、それがどうしたの？などと聞き返した。すると彼女は、あの話、嘘でしょ？と言ってきた。実は、さっきまで語ってきた話は、9割が作り話だ。やっちゃんの両親は健在だし、お姉さんはちょっと変だけど元気だ。廃屋があったのは本当だが、そこで何かが起きたわけじゃない。新聞紙の散乱する部屋はあったが、結局は何も起きず、現在は取り壊されて、ただの空き家になっている。だが、一つだけ本当のことがある。それは、ヨシ君が猟銃で自殺したということだ。そして問題なのは、なぜ彼女はその話が嘘だと見抜いたのか、ということだ。俺は動揺しながらも、なんでわかったの？俺、嘘つくの下手だからかな？などと笑うと、彼女は真面目な顔で、あの話、二度としない方がいいよ。という、何か、気迫のようなものに押されたのかもしれない。俺が何も言えずにいると、彼女は続ける。〇〇くんが話している間ずっと、〇〇くんの後ろで、嘘つき、嘘つき、って言っている人がいたの。気づかなかった？ちょっと太めで天然パーマの子。あれがヨシくんでしょ？彼、怒ってたから、もう二度と話さない方がいいよ。俺は恐怖しながらも彼女の裏を取ろうと、ヨシ君の特徴を聞いてみる。が、彼女の話す特徴は、ヨシ君の特徴とぴたりと合う。メガネで、太めで、テンパーで、鼻の横に大きなほくろ。垂れ下がった目。まだあったと思うが、ヨシ君を直接知っていたという可能性を除けば、彼女の言うことが本当だということになる。もう春だから、そろそろ一年になる。それまで誰にもこの話は話さなかったのだが、ヨシ君は怒っているだろうか？俺の身に何か起きるのだろうか？今は仕事も何もかもがうまくいかず、自暴自棄になっている。何か起きたなら、それはそれで、もうどうでもいい。もし死ぬのだったら、ありえない現象を見てから死にたい。もう、どうでもいい。そして最後に、これは本当の話です。では早速、みんなのコメントを見ていきましょう。合コン二次会で全員自宅に呼ぶというお持ち帰りに成功したのに、怖い話をしてキャッキャしながら過ごすという健全さよ。ヨシ君の特徴が全部俺に当てはまるんだが、父親が猟銃持ってなくてよかったぜ。その、地域の地名の神社、知ってる。そんな怖い話があったとは。ヨシ君チーズ牛丼好きそう。時間停止ものも9割は偽物らしい。残りの1割を信じるんだ。では、次のお話です。第5話目は、俺の懺悔、です。懺悔符。これは俺の懺悔でもある。かなり前のことだ。高校時代の仲が良かったともに偶然再会した。懐かしくて飲みに行くことになった。その時は俺も友もフリーターで、その日暮らしの状態。でも友のバイトはテレビ局の関係だったんだ。芸能人の〇〇を見たとか自慢していた。住んでるところが割と近かったので、ちょくちょく遊ぶようになった。ある日、友が興奮した感じで、変なものを持ってきたんだ。ビデオテープと汚い書類、だった。ラベルには、心霊廃墟に挑む。みたいなことがマジックで書かれてた。その上から赤マジックで大きく×が書いてあった。書類を見て分かったのは、番組の台本だってこと。日付はかなり昔、心霊ブームだった頃。友は保管庫の処分品の中から見つけてきたと言った。曲の回想があってゴミ運び中に見つけたと。ビデオは普通のデッキじゃ再生できなかった。マニアな知り合いのところ行って再生したが、中身は消されてからだった。ちょうど今頃、ゴールデンウィーク明けで道も空いてるから、探検行こうと友が言い出した。俺は当時、心霊を全く否定していた。だから楽しそうだと思ってしまったんだ。行くことになったんだ。友が先輩から、金払って 4WD 借りてきた。それでガラガラの高速乗って、台本に書いてあるところに向かったんだ。俺たちが興味を持ったのは、
書かれていた場所が意外なところだったから。普通人が死んだ滝とか自殺者が多い橋とかだよね。国の施設だったんだ。試験場跡地、これしか書けない、すまない。友は企画が中止してるし、意外な場所だからマジなんじゃないかと興奮してた。場所はものすごい山の中でした。うっすらと車の鉄が残っているのを頼りに、藪の中を 4WD で進んでいった。かなり危ない急勾配を登っていった。ほとんど崖だった。今思うと、テレビ局が通るために切り開いた道だったと思う。正面にでかいゲートがあって封鎖されていたから、さすがにもう進めないと思った頃に、急に開けた場所に出た。すごいでかい建物だった。人の気配は感じなかったけど、廃墟っぽくなかった。窓とか割られていないし、よくあるいたずら書きなんかが一切なかった。むしろ綺麗な感じだった。未使用みたいな。友は急に興奮が冷めたようだった。鳥の声とか聞こえなくなったよとか言って怯えていた。確かにすごいくらい静かだった。風の音さえなかったと思う。この時はもう夕方で建物が茜色になってた。俺は本当に信じてなかった。バカだった。友はかなり嫌がってた。やめようと言い出した。俺は、お前が誘ったんだろう。と言って友を連れて中に入った。俺は本当に無知だった。正面の大きなガラスドア片方が外れていた。中は新築同様だった。すごく異様だった。なんで廃墟なんだ、と思った。すぐにでも利用できそうな状態だった。綺麗な廃墟だなと友に言ったが上の空だった。友は帰りたいと言い出した。まだ入り口からすぐの通路だった。俺は2回も見てみようと言った。友は行きたくないと言った。俺は友を育児なしだと言って2階へ登った。2階に登ると、長い通路が待っていた。突き当たりまでずっと窓が続く、学校の廊下のような感じ。その途中にソファーの置いてある、喫煙場所みたいなところがあった。そして床にカメラが転がっていた。撮影用だと思う、大きいカメラ。なんか壊れていて埃をかぶってた。俺は急に怖くなったんだ。ここで、何かが起こったんだと思った。そしたら1階から友の声が聞こえてきた。叫んでる感じじゃなく、一定の声で。ああ。と言ってる。急いで降りたら、通路の入り口から反対の突き当たりにいた。本当に怖かった。友は突き当たりの壁に大の字になって、ぴったりくっついていた、壁に向かって。俺は近づいて声をかけたが。ああ。と言ったまま壁に向いたままだった。肩を掴んだ瞬間。ああ。と笑い始めた、壁に向いたままだ。俺はもうどうしようもなかった。怖くて恐ろしくて、逃げ出した。止めてあった車まで戻ったが、鍵は友が持っていた。俺は戻りたくなかった。けどどうしようもなかった、建物に戻ろうとしたら、友が窓からこっちを見ていた。笑っていた。口が裂けるんじゃないかと思うぐらいの勢いで笑っていた。俺は友のいたずらに騙されたのかと思ったが違かった。よく見ると泣きながら笑っていた。窓にべったりとくっついて、すごい笑っていた。夕日が窓からずれて反射がなくなり中が見えた。友の周りに、一階の通路を全部埋め尽くすように人がいた。よくは見えなかったが、人の形をしていた何かが、友に押し寄せるように、満員電車みたいにひしめいていた。俺はもうその時半分、発狂していたと思う。山を駆け下りて、自力で町まで降りてきちゃったんだ。その時はもう夜で、俺はなんとか駅まで来れた。疲れたという感覚がなかった。少しでもあの場所から遠ざかりたかった。運よくタクシーが捕まり、住所だけ伝えて頭を抱えて震えてた。窓を見たら、何かがいそうで怖かったんだ。家に着いたら布団に潜ったが、怖くなってコンビニ行って朝まで過ごした。朝になって落ち着いたら、重大なことをしたと後悔した。友を置き去りにした。でも二度とあそこには行きたくない。バイトを無断で辞めて、ブラブラしていた。軽く不眠になって、ファミレスとかで夜を過ごしていた。しばらくして電話をしたら、友は戻ってきていた。俺はなんて言っていいかわからなかったが、友は何が、と言っていた。自分がどうなっていたのか覚えていなかった。一ヶ月後に、友は死んだ。自殺か事故かはわからなかった。
あそこに行ったせいだと思う。そして俺のせいだ、俺が逃げたせい。テレビ局もあれにあって、取材を中止したんだと思う。あそこは人が入っていい場所じゃないんだ。ゴールデンウィークになるといつも思い出してしまう。悩みを人に聞いてもらうと楽になるというが、少し気持ちが楽になった気がする。ありがとう。では早速、みんなのコメントを見ていきましょう。今まで結構肝試しや廃墟探索のお話を見てきましたが、友達を置き去りにしてその後も何もせずスルーし続けたお話は初めてかも。一コアですね。赤尾さんは臨場感ありすぎて、気がつけば自分の呼吸を浅くしたり、止めたりと聞き入って入り込んで潜んでいる自分がいます。人間、極限になると本性が出るから、友達を置き去りにして次の日にも何にもな人なんだな。満員電車のように幽霊がいっぱい。どうしよう。そんな中でも見えなかったら。私の懺悔。スロット気違い。では、次でラストです。最後のお話は、懺悔、です。ゆっくりしていってね。私が10年間、誰にも語れなかった過去を書かせていただきます。ことの発端は、私が小学6年の夏まで遡ります。当時、私は東京に住んでおり、小学1年から6年までの間、春夏冬の長期休みを利用して、毎年母の実家へ帰省していました。祖父母の家は、車で6、7時間ほどの山奥にあります。小さな集落で、当時から周辺では過疎化が問題視されていたようですが、山のふもとには学校もあり、少なからず子供はいました。また、集落は非常に閉鎖的であったため、部外者が来ることもなく、人為的な危険性はありませんでした。そのため、私は祖父母の家に行くたびに、近くの川や山中へ遊びに行くのがお決まりでした。外へ一人で遊びに行くことに対して、祖母は、怪我しねえか、迷わねえか、と心配してくれていましたが、両親は、家で騒がれるよりはいいだろうという要件でした。何より、私は家よりも外で遊ぶ方が好きでしたし、年に3度も帰省しているので、集落周辺にも完全に認識されており、おかげで友達も何人かできました。その友人の中でも特に仲良くしていたのが、マサと呼ばれていた男の子です。彼は、私が集落で初めて友達になった子で、彼の仲間に、この子は東京から来たんだぜ、と紹介してくれました。私が彼と知り合った小学2年の冬休みから、毎年帰省するたびに、彼らと川遊びや虫捕り、雪遊びなどをして楽しく過ごしていました。そして、小学6年の夏に帰省した時も、これまでと同じようにみんなで遊ぶ日々を送っていました。そんなある日、私と彼の2人しかいない日がありました。初めのうちは、いつものように川遊びや虫捕りをして遊んでいたのですが、少し遊び疲れてきたので休憩しようということになり、近くにあった木陰で休むことにしたのです。小学生最後の夏ということもあり、彼はいつになく饒舌で、将来のこととか考えてる？中学生になっても遊べるよな？など、いろいろな会話を交わしたことを覚えています。しばらくは他愛のない会話を楽しんでいたのですが、彼は唐突に、なあ、ここよりもずっと上の方に、誰にも使われてない納屋があるの知ってる？と、私に聞いてきました。私が、知らない。なんで誰も使ってないの？と尋ねると、彼は、詳しいことはわからないけど、もうだいぶ前から使われてないらしいよ。俺の母ちゃんが子供の頃から、すでに誰も使ってなかったって。俺の友達でも見たことあるやつはいないし、実際にあるのかは確かじゃないんだけどね。と教えてくれました。私は、そうなんだ。なんで使われなくなったんだろうね。いらなくなっちゃったのかな？と、さほど興味もない口調で言ったのですが、彼はそんなことはどうでもいいらしく、せっかくだし、探検に行ってみね。と提案してきたのです。彼は、今まで納屋については一度も話してなかったよな。他のみんながいたからね。俺らの部落じゃ言っちゃいけないことになってるし、誰もその話には触れないよ。まあ人様のもんだしな。でも、今日は二人しかいないし誰にもバレずに行けるよ。
それに、もし納屋があるなら、お宝があるかもしれない。と、声高に語りました。彼の説明によると、空き家だったとしても他人の所有地へ勝手に入るのは、集落では固く禁じられているとのことでしたが、人里離れている納屋であればバレることはないだろうし、部落外出身である私しか一緒に行ける仲間がおらず、納屋の存在を確かめるには絶好の機会とのことでした。私はしばらくためらいましたが、小学生最後の夏ということもあり、いい思い出になればと承諾しました。彼は、それなら早速行こうぜ。母ちゃんの話だと、確かあっちの方だよ。でかいかやぶき屋根らしいから、すぐ見つかるだろうし。と喜び勇んで、私を納屋へと誘導しました。しかし、彼自身も納屋へ行くのは初めてのため、何度も道に迷ってしまい、目印となるかやぶき屋根を見つけ、ようやく納屋へ着いた時には日が傾きかけていました。目の前には、うっそうと生い茂る草木の中に、深く黒ずんだ納屋だけが佇んでおり、片側の側面が夕日に照らされていました。その光景は異様なほど不気味で、今すぐにでも帰りたいと感じたのを覚えています。私が、これ、なの?と独り言のようにつぶやくと、彼は、あった、本当にあったんだ。俺らが遠くまで行かないように、大人たちが作った嘘だと思ってた。と一人喜んでいます。見るほどに気味が悪く、一刻も早く帰りたかったのですが、彼が楽しそうであることに加え、私に喜んでもらおうと頑張っている姿を見ると、とても帰ろうとは言い出せませんでした。そのため、私は納屋の鍵が開いていないことだけを切に願っていましたが、その希望はすぐに打ち砕かれました。おい、鍵開いてるぞ。早く入ろうぜ。と彼が言い出したので、見てみると、錆びた鉄の鍵には無理やり壊されたような形跡がありました。誰かが同じような目的で入ったのでしょうか。しかし、よそ者が納屋の存在を知っているはずはありません。考えれば考えるほど混乱してきたので、私は思い切って、ねえ、やっぱり入っちゃまずいよ。持ち主が来るかもしれないよ。と伝えたのですが、彼は、平気だって。俺の母ちゃんが子供の頃から誰も使ってなかったんだから。と、聞く耳を持ちません。それどころか、ライト持ってきてないんだし、日が暮れないうちに早く早く。と納屋へ入るのをせかしてきます。この時、私には別の不安がよぎりました。ただでさえ日が傾きかけていて、今から戻っても辺りが暗くなり始めることは間違いない。ましてやあれだけ迷った道を、明かりもない状態で無事に帰れるのだろうか。私は、こうなったら早く探索を済ませて、さっさと引き上げようと考え、意を決して納屋へ入ることにしたのでした。納屋の中は、外見以上に広く感じました。納屋というよりは、古い家屋に近かったかもしれません。また、埃や巣だらけで物が散乱していたものの、子供が並んで歩ける程度の足場は残っており、格子から差し込んでいる夕日だけでも、十分に探索はできそうだと感じました。彼も、さすがに荒れてんな。お宝あるかな。と言いながらしばらく探索をしていましたが、何もなさそうだな。と一人ごちたので、ようやく帰れると思ったその矢先、あ、はしごがあるじゃん。というと同時に、はしごを登っていってしまいました。私はついていくのが精一杯で、待ってよとすぐ後に続きました。2階へ上がった時の光景は、今でも忘れることができません。階段を上がると、近代家屋の屋根裏部屋のような構造で、すぐに部屋へと繋がっていたのですが、1階とは打って変わって異様なほど重苦しい雰囲気が漂っていました。辺り一面にはまんべんなくお札が貼られ、天井の四隅を囲むように締め縄が垂らされていたことは、今でも鮮明に覚えています。そして部屋の中央には、今にも崩れそうな観音開きの仏壇のようなものが固定されており、その左右には黒ずんだ盛り塩やろうそくも置いてありました。私は半泣きになりながら、ここやばいよ。絶対来ちゃいけないとこだよ。もう帰ろうよ。と言うと、わかったって。ちょっと見たらすぐ帰るよ。でもさ、やっぱり気になるじゃん。大人たちが寄せつけなかった理由がさ。と、彼は一歩も引きません。私は階段を上がったすぐそばで、震えながら見守っていることしかできませんでした。そして、彼が部屋を二回りほどした時、突然その仏壇のようなものが後ろに倒れたのです。
私は心臓の鼓動が部屋中に響いたのではないかと思ったほどで、彼も。わ、ビビった。足当たったかな。と少なからず驚いた様子でしたが、私が見ていた限りでは、仏壇は一人でに倒れ込んだように見えました。私は相変わらず、もう帰ろうよ、と繰り返し言っていたので、彼も気が変わったのか。そうだな。何もないしな。結局、親がここに寄せ付けなかった理由って何だったんだろ。まあそれなりに楽しかったから、別にいいか。そう言って、彼が倒れた仏壇を起こした時、倒れた衝撃で壊れたのか観音開きの扉が外れ、中から黒い塊が出てきました。彼は、あ、何か出てきた。と言いながら、すぐにその塊を拾い上げましたが、わ、と投げ捨て、やばいやばい、出よう出よう出よう。とこちらに走ってきます。私は階段を急いで降りつつも、何?どうしたの?と聞きましたが、後で、早く早く。と急かされたので、無我夢中で納屋の外へと逃げました。外はだいぶ暗くなっていましたが、まだ足元がわかる程度には明るかったと思います。とにかく二人で、来た道も考えずに走り続けました。お互いに疲れが現れ始め、次第に歩きへと変わる頃には、不思議と集落の近くまで来ていました。彼も安心したのか。少し休憩しよう。と言って脇の土手に座り込みました。しばらくしてお互いの息も整ってきたので、私は、ねえ、さっきの変な黒い塊って何だったの?と尋ねると。ああ、あれか。あれはさすがにやべえと思ったわ。あれな、髪の毛の塊だったんだぜ。ところどころほつれてたからわかったけど、何重にもぐるぐるに巻いてあったわ。それに、あの塊を持った瞬間、誰かに見られてるような気がして。気味悪いよな。でも何のためにあんなことしたんだろ?彼の言葉を聞き、無性に不安になった私は、わかんない。と答えるのが精一杯でした。そして、ふと彼の手に目を向けると、指先が赤黒くなっていました。それ、どうしたの?と私が彼の指を指すと。うん?あ、ほんとだ。さっきの塊持った時についたかな。うわ、何かベタベタして気持ち悪い。と言い、彼は指先を足元の草花で拭いました。私には、彼の指先に付着していたものが何だったのか、未だにはっきりとはわかりません。ただ、その時は何か良くないことが起こるのではないかと、気が気ではありませんでした。そんな私とは反対に、彼は、今日のことは二人だけの秘密な。ほんとスリルあったよな。と元気な様子でしたが、そのおかげで私も理性を保てたのだと思います。もちろん私も、うん。親にも絶対秘密にしようね、と言い、先ほどのことなど忘れたかのように談笑しながら、お互い帰路につきました。翌日、私は家族と町へ買い物に出かけており、それなりに楽しい一日を過ごしました。その日の夜はなかなか寝つけずにいたのですが、昨日の出来事も何のことはない、また明日からマサと何をして遊ぼうか、そんなことばかり考えていました。翌朝、遊びに誘うため彼の自宅まで行くと、彼の母親が出てきて。ごめんねー。マサは体調崩しちゃっててね。昨日もマサと遊んでくれてたの?ありがとうね。と告げられたのです。私はとてつもなく嫌な予感を感じました。これまでに彼が病気になったことなど、私の知っている限りでは一度もなかったからです。それに、彼と遊んだのは一昨日であって昨日ではなかったと伝えると。あら、じゃあ他のお友達かしら。昨日も家にいなかったものだから、また遊んでやってね。それから二言三言交わすと、彼の母親はにこやかな表情で家の中へと戻っていきました。その日は、他の友達三人と遊ぶことになったので、昨日彼と遊んだ人がいるか尋ねましたが、みんな遊んでいないと答えました。私は心のどこかで不安を覚えつつも、いつものように日が暮れるまで遊びました。それから、私は毎日一人で彼の自宅を訪ねましたが、病気が思わしくないため会わせてもらえず、ようやく会うことができたのは、納屋に行ってから8日目のことでした。彼の母親に案内された部屋へ入ると、彼は布団の上で横になっていたのですが、彼のあまりの衰弱ぶりに驚きました。つい数日前まであんなに元気だったはずが、その面影もないのです。彼の希望により、二人きりにしてもらうと、彼は弱々しく、
やっぱあの納屋はまずかったな。近づいちゃいけない理由がわかったよ。俺はあの日から誰かに見られてる。ふと夜中に目が覚めた時なんか、そこのドアから誰か覗いてて。と、私の後ろを指しながら言うので、それ、きっとマサのお母さんが心配して見に来たんだよ。と伝えたのですが、彼曰く。目が違った。母ちゃんや父ちゃんならすぐにわかる。とのことでした。私は、彼が見た光景は夢ではないかしらと思ったのですが、彼を疑いたくなかったので黙ってしまいました。しばらく沈黙が続く中、唐突に彼が口を開きました。実は、納屋に行った次の日、また一人で行ってきたんだ。私は、それまで腑に落ちなかった事柄が一変に繋がったと同時に、彼の行動が理解できませんでした。え？どうして？また、行ったの？しょうがないだろ。納屋に行った夜から変な視線や気配がするんだから。とりあえず、あの塊だけでも元の位置に戻してこようと思って。私には、そもそもあんな場所へ一人で行くなんてことは考えられなかったので、彼をとてもたくましく感じました。それで、あの塊は、戻せたの？私がそう言った時、彼の指先がわずかに震えていたのが、とても印象に残っています。それがな、戻ってたんだよ。ありえないだろ？仏壇みてえのまでご丁寧に直してあったんだぜ。なんで戻ってんだよ。誰かが戻したのか？ふざけんな。だいたい、なんなんだよあれ。結局俺は、それを見た瞬間、またすぐにダッシュで帰ってきちまったんだよ。彼は、喋りながらも正気を失いかけているのがわかりましたが、それは私も同じでした。私は泣き出しそうになるのを必死に耐えながら、やっぱり、誰かが毎日ちゃんと管理してたんだよ。というのがやっとでした。しかし、彼はすぐに。それはありえない。というのです。いいか。もし管理されてんだったら、まず壊れてる鍵とかを直すだろ？普通はな。でも鍵は直ってない、中は散らかったまま。そんで何より、俺が行った時、入り口の扉すら開いたままだったんだぜ。つまり、俺らが逃げてきた時のまんまなんだよ。2階以外は。私には、彼の言葉を検証するゆとりなどなく、待ってよ。よくわからないよ。じゃあなんで2階だけ？と答えると、彼は考え込んでしまいました。再び沈黙が訪れましたが、彼は先ほどより少し落ち着いた様子で。な、わけわかんねえだろ。まあ、もしかすると、俺らの侵入に気づいた大人が、罰として意地悪してるだけかもしれないけど。と、現実的な可能性を示したので、私は嬉しくなって、そうだよ。きっとそれだと思う。そうとしか考えられないもん。と言いました。しかし、再び彼は考え込んでいる様子でした。ふと何かを決心したかのように、沈鬱な面持ちで。でも、やっぱあの髪の毛の塊が関係してんのかな。体調も悪くなる一方だし。と力なく言いました。一番考えたくなかった内容だけに、私は暗い気持ちになりながらも、そんなの、関係ないよ。早く元気になって遊ぼうよ。と言うと、彼は、うん、また遊びたいな。と小さな声でつぶやき、そのまま寝てしまったのでした。彼をゆっくりさせてあげたかったので、彼の母親に挨拶を済ませ、そのまま私は彼の家を後にしたのです。そして、それが彼との最後の会話になりました。私が彼の部屋で会話をした翌日、彼の母親から電話があり、今朝方マサが息を引き取ったので、できればお通夜に来てほしいと伝えられました。昨日会ったばかりの彼が亡くなるなんて、私には受け入れることができず、一日中泣いていました。今でさえも、彼はどこかで生きているんじゃないかと思う時があります。通夜当日、私は彼の母親に彼の死因について尋ねてみたのですが、医者の見解によると、悪性の病であるらしいとしか教えてもらえませんでした。私は長い間ショックから立ち直れず、この日を境に、一度も帰省していません。帰省してしまえば、必ずあの時の悲しい記憶が蘇るのは明白なので、祖父母や両親にもそのように伝えていました。あの時、嫌われてでもいいから、あの部屋に入ることを止めていれば彼を救えたのではないかと、私は10年間後悔し続けてきました。結局、彼の死は病気がたまたま重なっただけなのか、それとも怨念のような類に触れてしまったのかはわかりません。ただ、
彼が重度の病気であったとは考えがたく、古くからの言い伝えには、やはりそれなりの理由があるのだと思います。私は10年の節目として、彼のお墓参りを兼ねて近々あの納屋へ行くことに決めました。今では、集落一帯もだいぶ人が減ったようで、子供はほとんどいないそうです。また、彼の死後しばらく経ってから、祖母が電話で教えてくれたのですが、納屋の鍵が壊されていたのは、私たちが納屋に行った1ヶ月ほど前に、部落の男が窃盗目的で侵入するために壊したようです。納屋へ侵入してから数日のうちに亡くなったそうですが、一人で生活していたため、周囲が気づいた時には4、5ヶ月ほど経過していたとのことです。日数は、死体のそばにあった式から推定したと聞かされました。まだ納屋が残っているかはわかりませんが、彼の死と関係があるのか確かめてくるつもりです。実体験ですか？すごく怖いんですけど、コアバナの中でもかなり上位に入る怖さだと思います。マサさんのご冥福をお祈りいたします。それに、その場所へは行かない方が良いかと思います。変な鳥肌出ましたから。マサへの弔辞ありがとうございます。この体験を記すことで、一つの節目とさせていただきました。悩みは、どうしても行く必要があります。確かめたいことがあるのです。M 殿、なんて凄まじい実体験。後日談かけたらお願いしますぞ。はい。何か解明できたことがありましたら、改めてご報告させていただこうと思います。え。実体験。怖い、怖すぎます。M 様には何かしら確かめたいことがあるとのことですが、お墓参りだけではダメなんですね。本当にお気をつけて、無事に戻られますように。私は、どうしても行かなければなりません。10年目にして、ようやく決心がつきました。ご心配していただきありがとうございます。それなりに準備を整えましたら向かうつもりです。このレスを最後に、彼女が戻ってくることはなかった。では、イプーの皆様のコメントを見ていきましょう。出先でまた運転中に聞けるの嬉しいわ。集落以前に犯罪で草。マサが納屋の話をしようとした時、てっきり一致に告白するものだとばかり思ってて、勝手にワクテ化した自分に説教したい。そんなラブロマンスな展開になるわけないのに。冒頭丸に似たお話だが、やはりあれは教科書に載せんとあかん。不法侵入を防ぐために。今月ね読んでいる場合じゃねえぞ。パンドラ教科書のセロ定期。10年目にしての懺悔か。一致の心が晴れることを願う。ワイシ仏定期。今回はこれで終わりとなります。また明日お会いしましょう。おやすま。